SBS ワールドプラスビズです。気象庁によりますと、山梨県の北杜市中部付近ではレーダーによる解析で午後7時20分までの1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害が発生する危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨情報を発表して安全を確保するよう呼びかけています。新型コロナウイルス、今日はこれまでにした上で、アメリカが一方、その下、ロンドン株式市場の両者が合意し、調査が実現するかが焦点となります。為替と株の値動きです。画面右上は現在の外国為替市場の円相場です。その下、ロンドン株式市場の株価指数は現在下がっています。上海株式市場は値下がりしました。続いて気象情報です。明日木曜日の天気です。九州と四国は昼前まで雨が降りそうです。中国地方から東北は広い範囲で雨になるでしょう。東海では非常に激しい雨が降り、大雨になる恐れがあります。気温です。最低気温最高気温ともに広い範囲で今日と同じくらいか今日よりも低くなりそうです。週間予報です。あさって金曜日は近畿から北海道の広い範囲で雨が降るでしょう。ニュースをお伝えしました。まもなく8時になります。